この壁に向かわないで、もっと引っ張り言ったけど、この間もね、春松さん、もうちょい動いてる人の顔がそういうこと見える、このこのぐらいの向きの方がいいよね。これじゃあね、ちょっとやっぱりこっちぐらい向きの方がよく描けるん、そんな感じの方が、うん、そうこれじゃあ、あまりにも今まで向こう向きでやってたからさ、の動きが目に入った方がやりやすいよね。今日はドッキーさんが向こうでやってくれるみたいだね。あ、はい、せらぎ通り。ドッキーさんと誰がやってくれるんだろう。のトランペットの新山が。あ、新山くん、はい、2人、2人ですね。2人なんだ、3人。3人分用意したんでお金を。
二人で聞いてたんですけど、はい、おはようございます。よろしくお願いします。お世話になります。お世話になります。ねえ、今日ね、降ると書いてたから降ると思ってた。天気予報みんな雨だから。悪かったね、写真のアップは大意はございませんので。あ、そうですか。すいません。なんで写真ねえのかなと思って。今まで春松さんだけアップして他の人全然アップしてないこともいっぱいあるからね。あ、そうですか。そう、あの大意はございませんので失礼しました。結構怒っちゃってすいません。そうなん、怒ってないよ。メール見たけどそんな怒っちゃいないよ。いや、怒って書いてないよ。うん、何度も怒ってないと思って結構、ね、メール書いちゃったんですよ、つい。いい、いい、読みました。あ、すいません。どっちかっていうと今まで春松さんだけアップして他の人全然アップしてないって方のが多いんだよ。そう。でもね、春松さんが一番音待ちの趣旨を理解してくれてるのかもしれないって、この間の会議で。うん、あとはトークはね、滑舌よくすれば改善できるんじゃない。たったそれだけだと思うよ。いれば貸してあげてください。なんか、はい、音待ちプロジェクトっていうのが来てるのかなと思いまして。来てないでしょ、そのカードが。来てないです、ね、それがなきゃ意味がないやんね。全く困りますね。もしあの使いたい方がいたら普通に譜面台として、うんうん、貸してあげてください。はい、お願いします。
ちょっとだけ弾いてもらってもいいですか。しっかり。大丈夫ですね。